昭和天皇記念館は東京都立川市にある昭和天皇と皇淳皇后に関わる展示施設である。国営昭和記念公園の緑の文化ゾーン、花緑文化センター内にある。昭和天皇、皇淳皇后のご遺品を中心に保存及び展示を行い、昭和天皇のご生涯のご自責とご遺徳を忍び、 皇室と国民の絆をより深く結びつけることを目的として設立された記念館である。昭和天皇、皇純皇后にまつわるお写真や合遺品、資料などが展示され、昭和天皇の歩まれた奇跡を振り返る、昭和天皇87年のご生涯などの映像作品も上映されている。管理運営は、公益財団法人賞は聖徳記念財団が行っている。 規模は約1000平方メートルで約14億円に上る国民からの寄付によって国土交通省が建物を建設した。2005年11月27日に国営昭和記念公園の緑の文化ゾーン花緑文化センターの開設と同時に開館した。開館は午前9時、閉館は3月1日から10月31日は午後5時、11月1日から2月、 末日は午後4時30分となる。休館日は毎週月曜日であり、月曜日が祝日の場合は、直後の平日が休館日となる。その他、年末年始や展示の入れ替え期間中、国営昭和記念公園の施設点検日も休館となる。展示室内での撮影、模写、携帯電話での通話や電子メールの利用は一切禁止されている。鉄道モノレール。 ありがとうございます。